電話が鳴ってます、ね、私の携帯ですかね、うん、まあいいや。ここまで自転車に来てたんですか。あ、森江口までは来たことないですよ。古川橋までなんです。あ、はいはい、あの大和田と古川橋に大江があって、で古川橋の大江の方がちょっと小学生の私たちにはグレードが高いとか言ったんですよ。大和田大江に行くか古川橋大江に行くかがいつもなんかこうどっちにする、講師はどっちに行くかっていうのが話題になったんです。古川橋大江に行って何々ジュースを飲むとかね。なんかそんな、あれですか、ジュースってあのジュース屋さんの果物屋さんの。そんないいのはまだこの頃なかったから、あのなんかこうミキサー並んでるとこなかったですか、なんか地下とか。あー、なかったですよ、そんなの。そんないいのなかった。あれですわ、ドムドムとかっていうなんかへんてこなハンバーガーショップがあるんですよ、うん、安いマクドとかじゃないような、はいはい、それそこのジュース屋、そこのポテトとか買われへんから、そこのジュースを買うと。そこであのジュースを飲んで、ダイエナカをプラプラして帰るっていうのが小学校ダイエがね、おしゃれスポットだったんですよ。で、子供だけで、子供らだけでチャリンコに乗っていくっていうのがね、楽しみやったんですよ、週末の楽しみで。もうちょっと遠出するときはあのニアガーのあの今サティになってましたけど、はいはい、あそこに行くっていうのが、チャリンコに乗って、ね、頑張っていくんですよ、そこまで、うん、それがすごい楽しかったんですよ。なんかいろんなものが売ってて、それが楽しくてしょうがなかったんですよ。実際は何も買ってないんですよ。ああ、ジュースしか飲んでないから、見てるだけ。そう、見てるだけで買えないから、ね、お小遣いそんなもらえてないから。なんかこの道そんな細ないですわ。そうですか。はい。なんかもっと細いイメージあったんですけど。